皆さんこんにちは、ゆうかです。今日は一緒にストレッチをして体をリラックスさせていきましょう。では早速始めていきます。はじめは首周りの緊張をほぐしてリラックスしていきましょう。軽く手のひらで後頭部を押さえて斜め下方向を見ていきます。下ろしている手はだらーんとリラックスさせて、吸って吐きながら反対も同じように首筋を伸ばしていきます。息を吐き出しながら伸びを感じて、最後は軽く後頭部を押さえてリラックスしましょう。さあ次は体側を伸ばしていきます。片手を大きく伸ばして体を真横に倒していきましょう。お尻が床から離れないようにしっかりと床にお尻をつけたまま体側を大きく伸ばしていきます。息を吸いながら肋骨を大きく開いてリラックスしたら、次は手首を軽く斜め前に引っ張るようにして腰のあたりを伸ばしていきましょう。息を吐きながら体を大きく丸めて背中全体の伸びを感じていきます。さあ反対も行っていきましょう。軽く手首を引っ張ることによってより肩甲骨周りもリラックスしていきます。さあ次は手のひらを組んで上にぐーっと伸びをしていきましょう。その状態で吸う息で真横に体を倒していきます。軽くお腹には力を入れた状態で大きく伸びをしていきましょう。肩の力はできるだけリラックスさせながら行います。体が前に倒れないように真横に倒していきましょう。さあ次は上体で円を描くようにぐるっと回していきましょう。吸う息で大きく上に伸びて、吐く息で軽く上体を前に倒しながら背中を丸めて、吸う息でまた大きく伸びていきます。呼吸に合わせながらゆっくりとご自身のペースで動かしてみてください。次は手のひらを後ろで合わせて肩甲骨をぐーっと寄せていきましょう。その状態で前に倒して吸う息で胸を張ったら、吐く息で上体を前に倒していきます。肩甲骨をぐーっと寄せたまま肩も後ろへ、ご自身の無理のないペースで行っていきましょう。次は片足を伸ばして体側を大きく伸ばしていきます。かかとをぐーっと押し出して、余裕があれば足の裏を持ちましょう。難しい方は床を手のひらで押さえて、吸う息で大きく斜め上に腕を伸ばしながら体側を伸ばしていきます。ももの裏、内ももも一緒に伸ばしていきましょう。呼吸は止めずに吸って吐いてを繰り返していきます。さあ次は反対も同じように行っていきましょう。かかとをぐーっと押し出すことによって足の裏からふくらはぎも伸びていきます。足がむくみやすい方はしっかりとかかとを押し出してみてください。そして体を真横に倒すときはお尻が床から離れないように注意していきます。すると腰がしっかりと伸びてきます。次はウエスト周りをギュッとねじっていきましょう。
軽く手のひらで膝を押さえて体を大きくねじっていきます。胸郭の柔軟性を高めることによってウエストがほっそりしていきます。お腹周りをぺったんこにしたい方は息を吐いてお腹を薄くした状態でねじってみてください。最後は手のひらを組んで吸って吐く息、大きく背中を丸めて左右に揺らします。手のひらを返して大きく伸びて息を吸って吐きましょう。5分間お疲れ様でした。